何かご用でしょうか。いい配合ですね。まずまずいい配合ですね。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。これはいけません。いい配合ですね。まずまずでしょうか。いい配合ですね。いい配合ですね。いい配合ですね。これはいけません。まずまずでしょ。これはいけません。まずまずでしょうか。いい配合ですね。まずまずでしょうか。まずまずでしょ。いい配合ですね。まずまずでしょうか。いい配合ですね。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。いい配合ですね。これはいけません。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。いい配合ですね。いい配合ですね。これはいけません。まずまずでしょうか。いい配合ですね。いい配合ですね。まずまずでいい配合ですね。いい配合ですね。これはいけません。いい配合ですね。まずまずでしょうか。いい配合ですね。まずまずでしょうか。いい配合ですね。肩のハーヘア、肩のハーヘア、肩のハーヘア。頑張りましょう。ただいまより投票受付を開始します。やり取りが終わりました。体制完了。スタートを切りました。12頭スタートの悪い馬がいますが、3番天竜王、これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。先頭に立つのは何か。ナイルラワーがかわしていきました。ラッキーフェスがその後ろ、ゴーヨーローレル、カタルハーヘア。
その後ろでやりましょうか。ラブエフェクト、ニューアンデルセンが上がってまいりました。12番ひらめきワンダー、そしてその後ろから6番江戸の奇跡、それから9番自然ドリーム。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。その内からはコンゴーストーン、10番黒い馬体清水帝王、3番天竜王、これがしんがりであります。もう一度前、12番ひらめきワンダー。さあ場内が騒然としています。パタノハーフェアは3番手といったあたり、ラブエフェクトが襲いかかる。先頭ラブエフェクト、わずかにリードしたパタノハーフェアが差を詰めてくる。ラブエフェクト先頭、先頭は4番ラブエフェクト、内からパタノハーフェアが差を詰めてくる。1着4番ラブエフェクト、1番人気のパタノハーフェアが2着。いまいちだったようです。次は頑張りましょう。あら？ただいまより投票受付を開始します。ゲートイン終わりました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは港ヒーロー、先頭カタロハーフェア、5番デルタグラス号、ちょっとこれは引っかかったんでしょうか。そして4番手に12番タンコートルカ。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。パタノハーフェアは3番手といったあたり、先頭は港ヒーロー、かわしたパタノハーフェア、先頭外を通ってラブマシンガンか、先頭竹豊とパタノハーフェア、外からラブマシンガン、ラブマシンガンが差を詰めてくる。内か外かほとんど同時。ただいまより投票受付を開始します。ゲートイン終わりました。ゲートが開いた12番アイルトピック、ちょっとタイミング合わなかったようであります。これは逃げ馬だけにちょっと痛い出遅れ。果たして何が行くのでありましょうか。8番ステラメイジが先手を取ります。そしてその後ろから4番バリンプロダクツ、ちょっと離れて9番リューアンデルセンであります。カタノハーフェアがかわしていきました。紅葉ローレル第2コーナーから向こう流し、アイルトップ1番自然ドリーム。さあ場内が騒然としています。パタノハーフェアは3番手といったあたり、先頭はマリンプロダクツ、パタノハーフェア懸命に追う、先頭行くマリンプロダクツ、ああもう一杯か、かわしたステラメイジ先頭、さあ先頭はステラメイジが1馬身リード、パタノハーフェアが2番手、黄色い帽子パタノハーフェア先頭だ、外からステラメイジ、先頭は5番パタノハーフェア、パタノハーフェア1着、1番人気に見事応えました。どうでしょう。ただいまより京都競馬場の白鳥もレースを見守ります。ゲートが開いた。まずまず第4コーナーから直線に入ってまいります。パタノハーフェアは4番手といったあたり、さあ先頭はハワイドリームが1馬身リード、外から差を詰めてきている。パタノハーフェア3番手にナッツスペシャル、先頭は7番ハワイドリーム、捉えるか。パタノハーフェア、パタノハーフェア先頭ナッツスペシャルがかわした。ナッツスペシャルかパタノハーフェアかほとんど同時です。次は頑張りましょう。
勝てるといいですね。ただいまより閉店終わりました。体制完了。ゲートが開いた。ちょっと出遅れたんでしょうか。2番サファリハイセブン、ダッシュがつきません。典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。先頭に立ったのは12番カタルハーヘア、トニーホームズがその後ろ、そして3番手に9番ときめきハーバーであります。そのうちにマリーパワー、光ロック、自然ドリーム、そしてその外にシダーミュージアム、それから5番天竜王、そしてその後ろからガリバーギャップ、ティジョミゾケ王がそのうちにいます。サファリハイセブン、その後ろでやりましょうか。一番すごい競馬になっていよいよ直線、大歓声に迎えられて、パタノハーヘア先頭、先頭横山とパタノハーヘア、パタノハーヘアが抜け出した。外から差を詰めてきているシダーミュージアム、シダーミュージアムが襲いかかる。捉えた、かわした、シダーミュージアム内から一頭パタノハーヘア、さあ抜けました。シダーミュージアム一着、シダーミュージアム頑張りましょう。この子ならいけるでしょう。ただいまより投票受付を開始します。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。さあ先行争いであります。1番ゴーヨーローレル、内枠を利して先頭に立ちました。9番アイルトピック、外から行こうというところ、そしてその後ろからブリッジエース、それからモミジブレーブ。12頭第2コーナー左にカーブを取ります。それから6番カタルハーヘア、リュー・アンデルセン、その後ろ3馬身くらいあって、4番シダーミュージアム、スマイルキャビン、それからもう、いよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。パタノハーヘアは5番手といったあたり、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。モミジブレーブ懸命に追う。モミジブレーブが3番手、アイルトキックが抜け出した。このまま押し切るか、アイルトキック、このまま粘れるか、アイルトキック。2番手にモミジブレーブ、先頭エビナとアイルトキック、パタノハーヘアがかわした。さあ抜けました。パタノハーヘア恐れ入った。パタノハーヘア1着、なんとまあ強い。いやーこれはすごい。
ースがあります。適正な馬体重ですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。2番人気です。ただいまより投票受付を開始します。中華賞を見据えて春の実力馬と夏の上がり馬がまずはここでぶつかります。ゲートが開いて飛び出した10頭であります。2頭ほどスタートの悪い馬がいますが、10番ジョーノビクトリア、それから8番メジロトンキニーズ、果たして先頭に行くのは9番スルーレートが行く構え、1番カタノハーヘアが追いかけます。その後ろ3馬身くらいあってラドランファーマ、3番コスモマーベルス、テンイムホー、メジロトンキニーズがその後ろ、そのうちウェディングヒビコ、そして一番人気の湘南パンタル、なかなかいい感じ、それからビコーグレイス、その後ろ10馬身くらいあってジョーノビクトリア。もう一度前から整理しましょう。依然先頭に入ってまいります。パタノハーヘアは2番手、このまま抜け出すか。先頭藤田とスルーレート、外からはパタノハーヘア、内からパタノハーヘアが差を詰めてくる。先頭は9番スルーレート、スルーレート、先頭ラドランファーマ、かわして先頭に立ったラドランファーマ、先頭ラドランファーマが1着でゴール板を通過、2着はスルーレート、3着パタノハーヘア。もっと上を狙っていきましょう。1着2番2着9番3着1番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。